なんで共産党が今度の選挙で野党共闘に踏み切ったのか。安倍政治というのがあまりにも異常で、あまりにも危険な政治だからであります。これを許していたら民主主義は壊れてしまう。市民が求める共闘が野合のはずはありません。皆さん、これは野合じゃない、希望なんですよ。皆さんの一票で自民党政治を、安倍政治を終わらせることができる。今日もテレビで谷垣さん、アベノミクスは道半ば、道半ばじゃないんです、道の向きが逆なんです。投機マネーに揺さぶられるような気弱な経済じゃダメなんです。しっかり地に足つけた国民の暮らしを温める、本当の経済成長が必要だ。共産党は3つのチェンジ訴えてます。税金の集め方チェンジしましょう。消費税は1年半先送りして、もうできなくて2年半先送りして、もう無理ですよ。消費税に頼っていたら財政再建なんてできません。増税するならアベノミクスで散々儲けた富裕層じゃありませんか。法人税も見直す必要がありますね。中小企業は利益の 20% 大体払っている。ところが大企業にはいろんな優遇制度があって 12% ぐらいしか払ってない。連結巨大法人は 6% しか払ってない。これをせめて中小企業並みに大企業にも払ってほしい。使い方もチェンジしようじゃありませんか。税金はまず社会保障に、子育てに、若者のために、これが当たり前です。社会保障を立て直すことこそ本当の経済成長を力強く進めていく道なんだ。そのことを訴えたい。政治ができる賃上げが最低賃金の引き上げです。中小企業に思い切って支援をして、時給どこでも1000円を直ちに実現し、時給1500円を目指していく。1500円、ちょっと多すぎませんか。とんでもありません。1日8時間働いて年収279万円です。8時間働けばまともな暮らしができる、当たり前の要求だと思います。3年前の選挙でも憲法のこと、秘密保護法のことなんて言わないで、アベノミクス、アベノミクスって言ってやったのは秘密保護法だったではありませんか。1年半前の総選挙もアベノミクス、アベノミクスって言ってやったのは戦争法案の強行ではありませんか。今度の選挙もアベノミクス、アベノミクスって言って、でも結局これが終わったらあの憲法の大改悪をやろうとしているのが自民党なんです。柳の下に3匹目の土壌はいないってことを思い知らせようではありませんか。野党共闘の勝利で自民党、公明党を少数に追い込んでまいりましょう。日本共産党の大躍進で新しい政治をこの国に作ろうではありませんか。どうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。